はい、どうもグリです。トレクルやっていきましょうということで、今回ですね、この前ですね来てました鉄線エネルをですねかなり回りまして、スキルマを作りました。はい、なんとかねスキルマになってくれました。ありがとうございます。ということでですね、今回はスキルマ、そのエネルをスキルマにする過程をですね動画に撮ってましたので、それをちょっと早送りでバーッとご紹介しようかなと思います。で、先に言っておくとですね、かなり胃が痛くなるような動画になりますので、はい、覚悟してみてください。で、今回はちょっとスキル上げをただする動画になってしまうので、はい、その辺はご了承ください。で、見てもらいたいのは、魔法石の減り方と、その海賊レベルの上がり方ですね。で、ずっと回ってて、一応12時、お昼の12時から来て、はい、で、夜の12時過ぎかな、12時間以上ちょっとかかりました、作るのに。でね、その間に石はどのぐらい減るのかと、あとは海賊レベルはどのぐらい上がるのかと、はい、そういうのもちょっと見ながら、はい、見てもらえたらいいのかなと思います。でね、ほんとね、もうね、こんな動画でね申し訳ないんですけど、はい、ちょっとざまーみたいな感じで見てもらったらいいんじゃないですかね。で、一応ね、ご紹介すると、スキル馬17ターンになります。で、これですね、血清エネルの攻略動画上げた時もそうなんですけど、言ったんですけど、ペンギンがですね、いなくて、進化ができないんですよ。で、スキル馬ちょっと作ろうかなと悩んだんですけど、ちょっとまた今度いつ来るかわかんないんで、やっぱ作りたいなと思って作りました。で、かなりね、経験値を無駄にしながら合成してたので、はい。もうほんとね、やばいよ、上がってくれ、みたいな感じでやってたんですけど、まあ、なんとかなってくれました。で、一応エネルを5体合成すると、一応ね、同キャラボーナス以外でも9万経験値が入るので、かなり無駄なことをしたなと、今思います。まあでも、よかったです、一応。まあ水曜日ね、ペンギンさんちょっとね、全然、ガチャとかでも出なかったんで、今進化素材のやつ来てるじゃないですか。で、それでも出なかったんで、ちょっと水曜までおとなしく待ちます。で、進化出せます。はい。ということで、合成数いくつだったかな ?170 とか80とかだった気がするんですけど、はい。まあ、見てください。早送りでバーッと行きますので、行ってみましょうか。神との戦い。いざ!レッツゴーでございます。
はい、ということで戻ってまいりました。どうでしたか？もうね、すごくないですか？あの後半の方の35ぐらいスルーされた時はもう俺あのウィーってなってウィーみたいなマジかって言って、であのこれちなみにですね、夜会社でずっとやってたんですよ。はい。でね、無駄にねこの集会もしたくなくなっちゃって、その35をスルーされて、であの無駄に会社をぐる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 会社の中をね歩き回ってちょっと散歩したんですけど、何やってんだ俺みたいな。うん、まあでもとりあえずその後また集会始めてなんとか終わりました。で使った数が190かな、ちょうど190だったかな。はい。で石の数が124個から73個になるので51個かな使いました。で海賊レベルが322から327まで上がったので5上がりましたね。めっちゃ回った、超頑張ったっす。あのとりあえず、まあ、今回、まあ、どのぐらいでスキルレベルって上がるもんなのかなと、まあ、そういうあの検証動画ということで上げてみました。まあ、ちょっとね今回はスキル上げするだけの動画になっちゃったんで、まあ、あのつまんなかったらね申し訳なかったんですけど、はい、お付き合いいただきましてありがとうございます皆さん。またあの今度ね綿雨ゲリラとか来ると思うんですけど、まあ、それちょっとね30分しかないんで動画は多分撮りたくないな。周回したいですねということなんで、うん、申し訳ないんですけど、まあ、またあのちょこちょこあのー、ねトレクル以外にもねちょっと海賊武装とかちょっと全然上げられてないんで、そっちのやつも上げていこうかなと思います。なので、まあ、もしよかったらそっちもね見てくれたら嬉しいかなと思っております。はい、で他にも動画いろいろ上げてますので、そちらもよろしければ見てください。あとあのツイッターですねやってますので、はい、もしよかったら飛んでみてください。なあ、まあ、変なつぶやきしかしてないんで、あの全然気軽にあの絡んでいただけたら嬉しいです。はい、ということでございまして、今回エネルのスキル上げやってみた検証動画でございました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではグリでした。バイバイ、またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね上げていきたいと思っておりますので、どうかチャンネル登録をお願いします。パソコンの方はですね、動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいて、スマートフォンの方は、動画の下にですねチャンネル登録ボタンがありますので、そちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができます。もしよろしければポチッとお願いいたします。そのポチッとがね動画を上げる糧になりますので、どうかよろしくお願いします。それではグリでした。バイバイ、またね。